フォルニアの地、フェザー川とコロンビアロームの大地、そしてそれらの上を流れる心地よい風、この特別な地で1869年アモス・ウィルバーは果樹園をオープンし、プラム、そしてクルミを育て始めました。それ以来いろいろと様変わりしたこのカリフォルニアですが、ここウィルバーパッキングでは今もその果樹園が私たち自身と、そして皆さんの家族にフルーツをご提供しています。クルミの栄養価値はすでに何千年も前から知られています。まあ私たちはそんなに年を取っていませんが、世界中でこの美味しいナッツが消費されていることは知っています。さあ、これらのナッツが生産される様子をご覧ください。3000エーカーにも及ぶこの農場の半分がクルミ農園です。中にはもう60年以上もクルミを提供し続けている木もいくつかあります。収穫は毎年一度一斉に行います。まず最初はクルミの実を枝から落とす作業。これはツリーシェーカーという機械を使い、木の幹を揺すって実を地面に落とします。落ちた果実は畝にまとめられ、機械によって収穫されます。これで収穫プロセスは終了です。収穫された実は隣の施設に送られ、最新設備を使って処理されます。ここでクルミは一つ残らず、きれいにされ、乾燥され、選別されます。汚れなどが機械的に取り除かれた後、今度は人間の目によって検品され、乾燥機へと送られます。ここでは温度と湿度のレベルが常に一定になるようにコントロールされています。乾燥プロセスが終わったら、殻付きくるみ、もしくは麦くるみとしての出荷へと回されます。殻付きくるみは USDA の基準をもとに、またお客様のご要望をもとに仕分けられます。ウィルバーでは漂白加工済み、もしくは漂白なしのくるみを出荷しています。漂白加工は緻密な IC 制御により、粒の揃った製品が出荷されます。また漂白なしのナチュラルなクルミはそのまま包装されます。さて、むきクルミはまずクラッカーと呼ばれる機械を使って中の実が殻から取り出されます。次にサイザーと呼ばれる機械が形の優れたものと崩れた破片などとより分けます。さらに人間の目とレーザースキャンにより検査されます。この農場から出荷されるクルミはすべて品質保証専門の技師並びに DFA によって厳正な品質検査にかけられます。これらの検査により私たちのクルミがその大きさや湿度などにおいて最高の品質であることが証明されます。おかげさまでウィルバーパッキングはその品質への追求と突出した生産基準の充実が毎年全世界で認められているのです。またご覧のチェック機関以外にも、食の安全に関しては BRC、IFS、そして有機生産において CCOF 並びに日本の JAS での認証を取得しています。お客様のご要望に合わせるほか、殻付きくるみは自然処理もしくは漂白処理され、等級ごとに50ポンドもしくは25キロのバッグに詰められ、一方むきくるみは10ポンドから30ポンドのケース、もしくは1ポンドないし2ポンドのバッグに梱包され、大口または小売向けに出荷されます。ご要望によってはカスタムパッケージのオプションもご用意しています。パッキングが完了した後、製品は温度管理されたプレッシャーチェンバーに保管され、品質が保持されます。製品すべてのパッケージ作業はここで行われるため、非常に優れたトラッキング能力を有しています。家族経営ですので、プロセスのすべてを細かく把握しており、またダイレクトなカスタマーサービスに気を回すことができるのです。私たちの手で育て、加工処理し、そして梱包処理した木の実は
生産地に疑いの余地もない 100% カリフォルニア産です。しかもオペレーションは基本的に縦割り型。